JLC。裸になってくればいいんですね。北川さん出ないですか。あった。ここ決めてる。オーダーと違う人来ちゃったみたいな。双子じゃない。双子じゃない。ここで鉢買ってってもいいですか。いいよ。こんな状況で言うのもあれですけど、もうへこたれちゃダメダメダメ。買いました。これが当たって波に乗れますように。はい、仙台駅に着きました。今後の予定はですね、今回の旅を制覇するためには今日中にあと1カ所ぐらいボートレースケートショップに行った方がいいんじゃないかなって私はちょっと考えたので、節々とかいっぱいあるんですけど、今日中に行ってレースを変えるような場所にあるのはボートレースケートショップ宮崎さんかなと調べてて思いました。鹿児島のチケットショップの節々は残ってるけど、先に宮崎に行った方がっていう感じなのね。そうですね、なんかちょっと宮崎に行くには新幹線とか特急とかいっぱい使わなきゃいけないんですけど、でもそのお金を挽回するので皆さん見ててください。これ買ってきました。頭冷やしたいと思います。ザクザクで美味しい。平松さん、はい、ついに宮崎に突入しました。おー。ということで、ということはこういうのは来たありますよ。これのおかげで辛くなったり、うん、遠いとこしかないですか。どうでしょうか。えっ、高千穂峡引きましたね。みんなの、おお、すごい綺麗。宮崎着きました。ここから駅近のボートレースチケットショップ宮崎に行きたいと思います。ここで鉢買ってってもいいですか。これが当たって波に乗れますように。
はい、住之江 G1 8レース、私は松井茂さんを信じて佐伯田さんへの2連単を買わせていただきました。というわけで見たいと思います。頼むぞ、そろそろ頼むぞ。第8レース、1番、2番、3番、4番、5番、6番の3対3の枠なりです。2秒、1秒、今スタートしていきました。好スタートはお知らせいたします。第8レーススタートにおきまして、フライン決勝艇があるかも分かりません。船券は大切にお持ちください。お知らせいたします。第8レースは1号艇の今垣幸太郎がフライング変換欠場、1番に関する船券は全てお返しいたします。さあ現在先頭には2号艇、3号艇、現在先頭には2号艇の増田大志郎、そしてきましたら4号艇、3号艇、両者が先頭に立ち、西村選手のバックは先頭2号艇、4号艇、吉田が回って、先頭3号艇の松井が差し返してまいりますが、さあフライングアップで第8レース、2競争、最終ターンバックは先頭で2号艇の増田大志郎が2勝目が目前、そして2番手4号艇の吉川元宏、そして3番手3号艇の松井茂で、第8レースは上位が2号艇3号になっています。先頭2番ゴールイン、4番ゴールイン、当たんなかった。しかも帰ってきちゃう。やだ。もう嫌ですよね。嫌ですね。嫌ですよね。もう本当に。なんか言葉が少なくなりましたね。はい。広松さんに似た人。もう私、広松夏美じゃないんだと思います。はい。もう、ね。もう私の言葉にも説得力がないから。この当ててないし、レース選びからあれだし。自信を持って。自信を持って。めっちゃいいとこにありますね、こんな駅近に。めっちゃ行きやすい。よし、着きました。ボートレースチケットショップ、宮崎マルやめて、ナイターやってる若松の10レースを買ってきました。今村選手が逃げると信じて1、2、1、3で、1がもしも飛んだ場合は、今節調子のいい堀下選手が来て、長溝選手が来ると2、3で来ると思います。ちょっと少なめに貼ってお願いします。頑張れ頑張れ。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。順位挑戦の第10レースインから覗いたスタートは1号艇今村信太が一周一枠の正解。インから逃げる1号艇の今村、握ったのは3号艇の長水、差してくる2号艇の折下、寄せつけないインから堂々押し切った1号艇今村信太が、スタートは前提正常でした。1番の今村先頭、追いかける2番手は2番の折下、並んで追走は4番の片岡、3番の長水、
1周の2番の世界、トップ展開は1番の岩村、2番手2番の織下、上位2艇は1番と2番です。そのうちの3番手が3号艇長水野和樹、4番手に4番の片岡正宏、後続は5番の山崎、6番の別府。2周の1マーク、トップ展開は1号艇今村信孝、2番手が2号艇織下博則、3番手3号艇長水野のうちズバッと引っ込んだ。この1、2、4、3連単オッズは 5.3 倍です。優秀権がかかった先頭2番手は1号艇の今村信孝、そして2号艇の織下博則です。3番手は道中逆転した4号艇の片岡正宏。重賞戦の第10レース、まもなくゴールです。1番ゴールイン、よかった、当たんなー、ありがとうあ、よかった、ようやく当てた、よかった、本当によかった。280円、トントン1400円、あんなに泣いたのにプラマイゼロ、あんなに泣いたのに。でもまあ当てたは当てたんで、まあそういうことですね、うん、当てたは当てたし、私はホッとしたので、こっからだもん、こっからです。ちょっと調子を取り戻していきたいと思います。ボートレースチケットショップ宮崎さんにこの私の色紙を飾っていただけることになりました。とても優しい方で、たくさんご好意いただいたので本当にありがとうございます。嬉しいのでぜひ皆さん来た際は見てください。よろしくお願いします。第12レースの展示コースを開始いたします。イエイ、あのそういえばあれありますよね、あれあれコロコロコロってやつ、あれ自主性ですか。ああごめんなさい、すいません、忘れてたんですか。それを楽しみに今これですかね。それです、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 それです。ビッグチャンス、ビッグチャンス、はい、あ当たりましたもんね。当たりました。プラマイゼロだったから大きい目を出したい、どうしても、どうしても大きい目を出したい。いきます。なんで、あさっこの前良かったのにな雑にありがとうございます。お恵みいただきました、ありがとうございます。この5000円無駄にしないように頑張りますって昨日も言ったな。もう絶対明日こそは5000円を5倍にする。ありがとうございます。おやすみなさい。平松さんは頑張んなきゃいけない日なんです。そう、だから今日が私の勝負がけ。着いた、近い、めちゃめちゃ近いですね。いやー、当たりました。